っつもこのシリーズ緊張するんで、そろそろ打ち切ってほしい。いや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 。もうこれすごい疲れてるんですよね。本当にモダンのデッキっていっぱいあるんでね。そうですね、特にモダンはね大変ですよね。今日もリビングエンドとかですからね。こんなのもリビングエンドデッキも結構見新しいですからね、うん、最近人間が流行ってるって数字、まあ人間残ってるんですけど、うん、リビングエンドですからね。さあ準々決勝スタートです。まずは青白フェッチから入っていくサイダ選手ですが、サイクリングかな、トリナクリオサイクリング、で途中なるほど、まあ、サイクリングからの構えですね、うん、まあ、リビングエンダー側のエンジンの指導霊っていうのがいますからね。あれで土地が2個で油断しているところにリビングエンダーを打つっていう奇襲作戦がありますから、あれは本当に怖いんですよね、うん、普通はサマーの読書なんですけどね、土地が詰まってフリして急に要はトラフトを構えた返しに打つっていうパターンがありますからね、うん、あれをどう読むか。ギザクシャの調査あった頃は本当良かったんですよ、ハンドビーターで。今ないんでね、うん、トラフト側はそこをどう読むか、どう展開するかにかかってますね。ここオプトですかね、選択。なるほど、選択。これもモダン最近使われてますね。うん、まあ、ワーカーストームですとか、そういったところですよね。やっぱ好きなワンドローできるのは本当に強いですね、うん、あとは瞬所戻しでやっぱ裏打ってでもできますし、久しぶりに帰ってきたカードであるんですが、やはり帰ってきてからもさまざまなデッキで活躍していると。強いですよ ね、好きなく受けるのは本当にいいですよね。これ本当にモダンで活躍するかなと思ったら本当にいい顔でした、うん、ここでサイクリング、ここでワンチャン続勝ありえますからね一応、うん、ああなかったか。そう、現在墓地には2枚ですね。そうですね、直印。さあ、サイダ選手は順調に土地を伸ばしていきますね。サイクリングですかね。マジンイフニルのマシンをサイクリング。互いに攻めれませんからね、真ん中に持ってると。うん、どう戦うか。仕掛けれない。ああ、仕掛けれませんね。ここでも瞬間で選択ってやっちゃうと、まあ、ボール的な突発で独勝ってありますから、なかなか見た目以上にサイズ選手は動きづらい状態ってことですね。これがリビングエンドを巡る試合は本当に難しい、まあ、面白いところではあるんですけどね、リビングエンドはもう独勝がなくても、ね、やらざるを得ませんから、さあここで本体に稲妻を打っていきますね。ここで2万立ててエンドすると、チキシを持っているぞというアピールですね。土地は3で詰まったのかな。サイクリング、うん、まあ、リビングゲンド側はサイクリングいっぱいできますから土地が詰まるってことはあんまないですからね。その点この動いていけない青系コントロールに対して土地を伸ばして続勝2回連打っていうパターンもありますからね、うんうんうん、こうなると少し泡は苦しくなってきますね。なるほど、くらいですからね。ここからもう瞬所出しようもんならいつでもっていう構えですからね、うん、まあ、手札に確かに暴力的な突発が今ちらっと見えたのでいつでも打てる状態ではあるとですかね。なるともう土地が青が伸びていけば伸びていくこと有利になっていくんですけどね、うん、今瞬所出したら完璧に消され打たれますからね、うん、今墓地にあるダメージ相当がもう20ってありますからね、うん、すごいですよね。必要十分な数がありますね。アモンケって本当に強くなりましたからね、今日クリーチャーの質が段違いに上がりましたからね。そうですね、戻ってくる質が、あっとここで電解ですが、という、まあ、電解はまずスルーしますかね。きっとこれは食らってから、うん、あるならこのタイミングで打ちますね、うん、打ちそうですね。あ、打ちますね。これは突発で、ここで暴力的突発、さあ続勝していきますが、ここでめくれるのはどちらにしても当然、まあ、シセルセイです、ね、うん、3枚からカードがわけですが、さあなかなか出ないですが、すごい、はい、すごいな、いきなりちょっとね、あ、はい、もう元気が湧いてきてしまいましたが、はい、ちょっと試合席の方にね戻っていきたいと思います。さあここでシセルセイが解決して、うん、いやー、これが通ってしまっ
たらもうメインは取り返せませんね。うん、そうですね。一応僕の速勝で確認をしてどうするかといったところでしょうかね。2枚3枚あったらあのパステグザイルを連発すればなんとかなるときもありますけど、うん、この量はさすがに。さあここで一気にクリーチャーが前戻ってきます。コントロールだったらこれあのラスとかシュピリバリフトとか打てればいいんでね、青白コンとかあったら勝ちやすいんですけどね、やっぱ殴る敵だときついんですよね、こうなっちゃうんですね。そうですね、まあ、今事故もあったんで、ね、事故の事例があった。さあここでサイド選手が投了で、まずは影山選手が1本選手とですね。さあここからサイドボードに入っていきます。先ほど、まあ、モダンは結構ログデッキあるというお話でしたけれども、はい、まあ、その4色人間のような、まあ、一見ローグかと思われてたけど実は強力なデッキだったというのもありますもんね。そうですね、人間デッキ自体はもともとその魂の洞窟が出てから結構いたんですけど、ね、そうなんですね。古代の聖闘っていうクリーチャーでしかマナが出ないっていうやつを使って、うん、そのカマキリの乗り手、うん、あるいは人間って注目されてあったんですけど、うん、今回のイクサランで新しい魂の洞窟、まあ、指定した部族の色マナが出るってやつと、うん、まあ、ホタコの絡め取りっていう人間であるようでもないし、でもなんかじわじわ来るし、油断してると負けちゃうみたいな感じでね、うん、戦いにくいんですよね、やってる側が。それがいいところです。なるほど、ありがとうございます。こちらはさあマンマリカン後の影山選手ですが、人参の指導霊が2枚、ちょっと自己気味な反応な気がします。土地もないんですかね。土地なさそうですね。ですかね、指導霊サイドボードですからね、この指導霊普通にプレイしちゃいそうですかね、うん、さすがにサンマーニーではちょっと、あの考えてますね、やるのかな。確かに指導霊いきなりリングエンドっていうのは、うん、まあ、意外性もあるから、やりますね。キープ、選手これをキープ、氷の悪霊連打から土地を引き込んでても当然ありますからね。そうですね。お、リムボスして、うんうん、あ、土地がない、指導霊から巨海の治め所サイクリングしてタイントと、え、土地がないんですか。ゼロでスタートしたんですね。さあこれはちょっと困ったといった感じの影山選手ですが、土地を置けずにここもターンエンド。土地なしですか。サイクリング、どうなんですかね。ちょっと何とも言いませんね。1枚引ければ結構いい反動だったんでしょうかね。ちょっと、まあ、キープが微妙な気がしますけど。サイド選手は今回も順調に土地を伸ばしていきますが、今回4枚目5枚目土地もありそうですね。そうですね、一度打ち消し構える状態までになってしまえばもう安全圏ですからね。あ、エンドですか。あ、ここまで、あ、こうされるとか一方的な展開になりそうですけど、うん、そうですね、電解でも打つんですかね。うん、呪文トライ、なるほど。あ、ディスカード前に呪文トライをキャストして、うん、あとはこの2点で殴り切ってやろうかという、うん、さあここでデッキ目になってるセータラフトでもここでもう土地ないぞと読み切って、もうそうですね、ブロックをもう強くしてきたというですね。ですね、これでは、あ、まあ仕方ありませんね。さあここで影山選手が投了して勝負は 1-1 となります。もう一回前出してもいい気がしますけど、結構強気にキープしちゃいましたね、こうね、現地でその、まあ、入った時にはもう試合してるところもね、ちょっと異様な感じですもんね、シーンとしててね、緊張をお互いして張り詰めてますかね、空気が。空気は経験しなきゃ分かりませんね。なるほど、ドキドキしますね。さあマリガンチェックです。ここでサイド選手即マリガン、
土地が多かったですか ね、 そうですね。詳細な手札は見えないんですが、手前はリビングエンドの方がキープしそうなのかな、うん、どうもキープっぽいですね。1マリガン、さあワンマリガン5ですがどうでしょう。否認が見えますね。あ、1枚あれば全然キープできますからね。打ち切り1枚持っとけばこの試合はほとんど、うん、今負けっていうか、まあその即死はないですからね、うん、打ち切って、まあ、リビングエンドはショックいいんですかね。タップイン、タップインなのかな。あ、長期的にタップ、あ、ショックインかな。リビングエンドはちょっとサイクリングの色が3色バラバラなんでね、うん、結構ショックインしないと立ち行かないんですよね、うんうん、そこも問題なんですよね。で、何かサイクリングがある巨海の三子がですかね。カラオサムシってこれ強制アタックって面白いですよね。そうですね。もう私グリーン突っ込んでいきましたよ。なるほど。確かに突っ込んで。いや、相手がこのカラオサムシの文章知らなくて、うん、メナスですからきついですねとか言ってて、うん、いやメナスってこいつ名前が M から入ってて、メナスじゃなくて強制アタックなんですよね。アタックって言って私グリーンアタックしに行って死んでましたよ。あ、なるほど。マストだ。マストアタックの勘違いしてて。そこでフェニルの魔人もサイクリングと、うん。まで順調にサイクリングを進めていっている影山選手ですね。これで。なんだ、これが強いですよね。これが非常に厄介。こいつ本当ですよね。いて場に残ってアタックしてるのやだし、うん、土地が事故ってると見るんだよ、壊してくるし。ああ、即起動。ああ、なるほど。即起動ですか。ああ、もう打ち切させないぞというゲームプランか、うん。まあ仮に土地がこれ置けなかったらもう負けですからね。うん、ね、この大爆発の魔導士。当たり前ですけど、せいせいで戻ってきて、結局、なんかボロボロになりやすいという。そうそうそう、一度決まっちゃえば、もう、うん、これが決まっちゃうとね、ラスキープしてもダメなんですよね。ラスのマナ基盤潰されますから、ね、うん、これはリブケントと本当に噛み合ってて、ガッチしてますよね。ベストカードなんですね。土地を受けたんで、これでエンド側はリビングエンドすることはできなくなったはずですね。ちょっとブッパはさすがにしないはず。サイド選手、手札に否認がちょっとちらっと見えたので、ここで打ってしまうとというところですよね。さすがに構えましたね。うん、まあ、そうですね。しかしこれフェッチも不活にちょっと切れないですもん ね、 そうですね。フェッチ切っちゃうと、うん、そのタイミングでもうあれが来るってね、うん、土地を1個置けてればフェッチを置けますね、うんうん、これで一応フェッチ切れますね。人間の側はここで、まあ、サイクリングとかで回すぐらいしかやることはさすがに。トラガンの命令をちょっとキャストするかどうか迷ってる感じですね。ああ、なるほど。ああ、なるほど。これで大爆発もあるし回して。なるほど、なるほど。ああ、すごいいいプレイングだ。それをされると、打ちくさだる話。ああ、打ちますね。ああ、いいですね。トラガンの命令。すごい強いカードですね。ああ、ハンデスト回収ですかね。リビングエンド側のこれすごいですね。うん。トリの握力回収したらワンドローみたいなもんですしね。すごいいいチョイスですね、これ。あ、これを消しちゃうと属性が待ってるかもしれないし、ああ、投資、うん、ベンデリオン3人衆を、ディスカードしたと。確かに、まあここで消してしまったら即負けもありえますし、うん、ここは仕方がない苦渋の選択ってとこですね。で大爆発の魔導士をどうするか。リビングエンド側なかなか渋い動きしますねこれ、うんうん、先行利用して土地の差をつけて、意外とね、瞬殺コンボかと思いきや、じっくりミッドレンジ調に動いて、うん、もうやりますねこれすごい。コラガンの命令ってカードすごいな。土地を置いて、まあ特殊地形は1個ありますから大爆発の土地ですかね。まあでも青マナは潰れることはないですね、うん、青マナ島さえあれば絶対青1はあるんで、そのフィーストウィズインで青マナ全部倒すっていうプランは取ればないですけど、うん、考えてますね、うん、スラウキバでもいいのかな。まあこれスラウキバ通ったら勝ちだろうとかスラウキバ出すかもしれませんけど、まあ実際この場面でスラウキバ通ったら勝てるし、まあ、呪文トライもありますからね。確かに大爆発などし出して呪文トライされて投げ切られるパターンもありますから、そうですね、
これスラーキバさえ通っちゃえば勝ちだったら確かにスラーキバかも。これサイダー選手でデクタイに呪文トライあるんですよね、ちょっとパッと見。あなんでここはトライを打つんじゃないですかね。確かに今スラーキバかマジンがあったら確かそっちをプレイした方が良かったかもしれないですね。難しいですねこれ。ちょっとスラーグキバ画像出しますかね。ちょっとお久しぶりの方もいるかと思うんで。スラーキバですか。ちょっと一時期はねスタンダードスラーグキバだらけだったこちらですね。あいい顔ですねこれ。もう今見てもちょっとすごい能力ですね。凄まじいですねこいつ。回復はするわ遠くまで。死んでだって離れたらなんで。元のパワー5だわでね。めちゃくちゃですねこいつ。キャリア2本持っておけって感じですね。2本で済まないよこんなやつ。そうですね。凄まじいですねこいつ。トリコをこれ来たら本当にもうなんだこれって。バッテグザイル打ってもダメですからね。3000ですね。これは本当にすごいですね。最悪しましたしかね。モダンマスターとかがいましたよね。そうですね。当たった覚えがありますね、これ。モダン、しかもモダンでも使われてはいますね。バラックの時僕使ったしね、これね。あ、ダメかった。通りましたね。ダメかった。残したまま、起動せずに返して。さあ暴力的な鉄髪が突発が手札に2枚一応あるとアタックしていくんですね。いつ攻めるの、打つ直前に割っていくような使い方をするということですかね。これはそうですね、打つ直前にあっちの大物を破壊しながら、うん、突発を打ってと。そうすると一応2回は打ち消せない可能性が、でもこれ立ち置かれてしまうと結局そのゲームプランは取れないんですけど、どうするんでしょうね。まあ大爆発だけで殴り切るにはちょっとライフが多すぎますからね。そうですね、16では。あ、起動ですか。エンド前、エンドに起動するんですね。4万だったらだと謎めた命令の射程ですからね、うん、スラーキバーとはいえでもそういう重たいカウンターに引っかかっちゃうと少しきついですからね。どうでしょうね、このまま大爆発を維持していれば確かにまああと4回ぐらいは殴れそうですけど、まあでもその 4回でもまあ8は残るんで、うん、そこから逆転は全然あるんで難しいですね。突発を打たせてもいいですけど、ね、打たせてそうです、ね、蒸気口を破壊してフェッチ2個しかないんで、うん、リビングエンドを打っちゃう作戦もなくはないですけど、どうでしょうね、どう選択するか、うん、突発打ちそうな見せやすいんですかね、これ。丸っこくいくのは。あ、うちにいる獣を打ってきましたね。土地破壊はプランを取って。うん、なるほど、なるほど。まあ、一応これ、あの土地を壊して、大爆発で蒸気口を壊して、突発を2回打てれば、おそらくリオン城打ち消しは、まあ、オーチのカウンターは払拭ぐらいしかない。うん、まあ、総裁流打ち消す呪文はありますけど、それしかないはずです。さあ、これを青マナを出して、ああ、通しましたね。うん、通しました。品が剣王に変わったと。そこでさらに選択。ああ、浮いたマナで選択ができますね。リングエンドはこのプランが失敗したあの33トークンに苦戦しますからね。そうですね。さあ、どうなるか。ここで改めて。どうなるか。ちょっとここからかなり進め方は難しくなってきそうですね。そうです、ね、6枚目の土地引きたかったと思うんですが、ここでは影山選手ちょっと引けなかったと。スラーキバが仮にあるなら戦闘前メインに破壊して3万状態でスラーキバ出すとまだイーク以外には引っかからないんですけど、あれエンドしましたか。エンドしましたね。エンド、あ、もっと後ろ向きに行って要はそのビーストトークンをブロックして土地を壊してやろうという魂胆ですかね。ライフも守りながら土地壊すみたいな。なるほど、なるほど。まあ、戦闘を1回挟みますからね。ブロックして破壊させちゃえば、うん、まあこうすれば確かにライフ守れますし、ね、これは長期的なかなりプランですね。このプランニングは私正解となるかどうかですけど、多分ここで土地を置かれなければ突発1回目は打ちそうですね。そうですね。
それの突発に対してトリコ側はその突発で復活した後をバーディクトできればおそらく勝ちなんですけどね、うん、ここがゲームの最大のポイントになりそうですがね、うん、どうも土地置けなそうですねトリコ側が、うん、となるとこのまま通るかつバイバカーツも全員復活して、うん、殴り1も、まあ、おそらく20超えてますから、うん、それでやられてっていうパターンですね。この考えようはどうしようか、まあ、もちろん相手のハンドでもうこんな挙動してくるんだから、まあ、属性1回あるだろうとは思ってるでしょうけど、あータップインだったんですか、なるほど、中央来ましたね、一中しかなかったんですね、なるほど、もうここ喜びさんでプレイしますね、なるほどよしって顔でしたね、今よしって本当に動き方がタップインっつって、これは暴力の B ですか、ね、暴力の B ですね、ああ、すみません、変なこと言ってこの前の動画で噛み合いの系っていう、先ほどね、これは事故の J って言ってたのであんまり言ったらまずいからね、ちっちゃく言ったんですけど、いいですかそうですね、これ展開的にはまあちょっとそれ事故の J を狙った動きが成功しましたね、タップインの T もありましたけど、まあでもここでタップインだったんで、で大爆発が返ってくるとバーディフト打つまだがなくなっちゃうんで、積み状態に持ち込めるよっていう感じですね。さあここは、まあ、当然エッジランド起動ですね、これはまあおそらく呪文トライか何かなのかな、呪文って捉えると一応そのリビングゲンされてもまたこう帰ってくるんで、 そうですね、それで倒すってパターンがあるんで、うん、突発は OK で呪文トライでリビングエンドを捉えて、うん、リビングエンドされてもまた打ち直せばっていうパターン、なるほどなるほど、それが一番生き残れるかな、うん、まあ、あとは相手のハンドにリビングエンドがある読みしかないですね、うん、リビングエンドができんハンドに来ちゃったら消化できないんで、うんうん、そういうハンドがあるかどうかを狙うしかもうそこは手に祈るしかありませんが、うん、めくってってああありましたね、セルセイ、さあここでセルセイが特徴で、うん、でサイドボードのか何があったかの確認は、まあ、ウィスイズインと跳ね返りの罠が何もあるか、まあ、枚数チェックテストにしてと、うん、で、続章なんでシャッフルしてもらって、うん、あとはこれで、まあ、とりあえずこれはどうするかなと、まあ、日にここで打つと一応青位置構われるんでね、そのプレッシャーはかけることができますけどね、うん、ここは日にですね、これで青位置でもう一個カウントあるかもよとは言えますからね、うん、これのさあそしてああ稲妻をここに打って、ああなるほど、リビングエンドの続称であのクリーチャーをターゲット取る方もあるんで、なるほど、あっちって自分から一瞬解決しちゃうともうダメなんで、なるほどなるほど、で今潰してっていうですが、ここで2枚目のボルクテン突発アップキープですね、引く前にやらないとリビングエンド引いちゃいますよね、アップキープ打ってと、見せるし、サイダ選手の墓地にはベンテリオン3人種が序盤に1個落ちてはいるんですが、それだけではそうですね、ちょっと厳しそうな感じですがどうでしょう、最近リクトがどうだろうな、まあ、次で土地を置いてこのフィックスが打てるか打てればどうかというところですかね、そうですね、おそらく向こうも白マナを破壊してくるでしょうから、うん、復活メンバーが魔人、あれはオサムシ、魔人が2体ですね、あとオサムシと、あ、自分のターゲット、自分のトライを送りましたね、これでなんとかしようと、今こちらが、まあ、白マナ、まあ、でしょうね、白マナ破壊してと、まあ、でもクロックは14点、1回はブロックできません、ね、1、うん、あ、でもサイクリングされるとダメか、イルの魔人でサイクリングされるとそうですね、1回もブロックできないですね、さあサイド選手稲妻をドローしたんですが残り2枚が土地で最後の1枚なんだろうな、これはかなりきつい、
赤ランドですか、これだと、うん、でターン返したんですね、うん、で人間の側これサイクリング、サイクリングはあるのかな、でもサイクリングあったらもっと埋めてる気がするから、そうですね、それは秋葉とかな、あ、アタックしましたね、何もない、そうです、ただ一ターンは耐えそうですね、うん、これマジンか何かブロックして、あ、マジンパパ一番でかいか、マジンブロックしてマジン一匹イラズマするのかな、で9点か、9点さあ、これちょっとイフェニルのマシンカード数出せますかね、出ますか、はい、こちらですね、あ、出ましたね、すごい顔ですよね、これ、うん、サイクリング持ちなのにこんなにスペック高いっていうんですかね、マイナス1カウンターを置くってすごいですよね、マイナス1修正じゃないんかいっていう、めちゃくちゃ全員ですから、しかもこれ相手、うん、相手だけですからね、すごいですよね、こんな操作にスタンで使われてないってのはすごいですよねスタン強烈なやつがいますからね、うん、ドラゴンのせいで、ここでバーディクト打ってないと、さすがに、さすがにパスエグザイル、春章パスエグザイルとかでも耐えれるけど、うん、ギリギリトリコね、耐え、エンドあ、まさか、あ、なるほど、コラガーの命令でディスカードかつ回収でさらに徹底して、あ、これコラガーの命令強いですね、はあ、これはこれは最悪ですねこれだと、なるほど、氷結もできないぞみたいな、で、ハンドモニア、あ、詰ませに行く、このコラガンの命令は強烈だ、そうですね、強い、通ってますね、ちょっと何をしてたか分からなかったんですが、ディスカードと回収、大爆発を拾ったんですか、何もないちょっとアタックですかね、そこで呪文トライを出してブロックしていく、ライフが1ですかね、これスラーグ牙出てきますよね、多分ね、スラーグ牙でしょうね、きっとね、これでさあスラーグ牙、これでラスできないぞとさせて、うん、まあ無理でしょうね、さあここでサイド選手投了と、すごいいいシャーったですねコラガンの前すごいですね、うん、大活躍でしたね、あれをあのワンテージの差で大きく移動しましたね、そうですね、大爆発計2回ぐらい出てきますから、3回か、爆発ですからね、3回出てきましたね、うん、そんなに土地を壊されたらさすがに、はい、なるほど、すごいな、今のはというわけで、モナシン挑戦者決定戦準々決勝はリビングエンドとか影山選手の勝利となりました、おめでとうございます、